どうも、哲学徒です。今回はディアブロ2リザレクテッド初心者講座の、ちょっとね、注意しなきゃいけないポイントっていうことで、ですね、保管庫の中にね、これちょっと今、荒らしてみたんですけど、ルーンとか、あとね、装備、ごちゃごちゃに入れてる時とかってあると思うんですけど、この時ね、とにかく注意しなきゃいけないのが、こうソケットのね、ついてる、防具とかですね、ルーンワード発動させたりとか、宝石埋めたいとかっていう時に、保管してると思うんですけど、基本ですね、自分の、こうソケット付きのアイテムは、自分のインベントリーか、自分用保管庫にある時には、この中で、ね、ソケットにはめるっていう操作ができちゃうんですよね。例えばこの傷のある、エメラルドとかをね、こう、乗せちゃうとね、ここでは組めちゃうんですよね。で、あとやばいのが、例えばですね、ここの、こうやって、一個だけこういうものがあった時に、ここにね、置いちゃうと、はまっちゃうとき、はまらないんですけど、取れるんですけど、持ったままになってて気づかずに丸を押すとね、そのまま入っちゃうんで、一個だけソケットアイテムが置いてあるところに重ねるっていうのもちょっと危険かなと思います。でね、これのね、いい対処方法としては、共用の保管庫ですね。共用の保管庫を置いておくとね、共用の方では実はね、こういう風にソケットに何かをはめようとしても、共有保管庫内ではソケット装着ができないアイテムですと出てね、ソケットに保管、はまらないようになるんで、基本ソケットアイテムは、共用の保管庫に入れるか、あるいはね、装備の方と、ルーンとかソケットアイテムを同じ保管庫に入れないっていう、そういう整理の方法がいいかなと思います。こうやってはめちゃうとね、いろいろ悲しいこと起きちゃうんで、一応回収の方法をね、次回の動画で、ソケットからアイテムを外す方法、お伝えしようと思うんですけども、そこそこね、費用もかかっちゃいますので、なるべくやらない方がいいかなと思います。で、特にね、高い等級のね、ルーンなんかをはめちゃってる場合、はめちゃうとね、もう目も当てられない状態になっちゃいますので、自分用保管庫の中には、なるべくソケットアイテムと、ソケット付きの、防具を一緒に入れないっていうのを覚えておいてほしいなと思います。どうしても入れたいときは共用の方に入れれば、最悪そういった悲しい事故を防ぐことができるので、ぜひね、工夫して整理してみてほしいと思います。どうもね、今回も動画を見てくださってありがとうございました。哲学徒でした。